西日本鉄道ミリオン号ミリオン号はかつて西日本鉄道と広島電鉄によって運行され福岡県福岡市と広島県広島市を結んでいた高速バスである福岡市北九州市広島市と3つの人口100万人都市を直結したためミリオン号と名付けられた山陽新幹線が並行しており運賃は新幹線の約半額で 夜行高速バスと同等の車両を使用しサービスも充実していたが、新幹線に比べると時間がかかりすぎ、また本数でも立ち打ちできなかったため、利用率は低迷し、1991年に減便の上で運行区間の変更など手こ入れが行われたものの、二人乗務のためコスト高ということもあって1993年に廃止された。2002年5月に、 ミリオン号と同じく、広島市と福岡市を結ぶ JR 九州バス、中国 JR バス、高校観光、中国バスの4社共同運行の高速バス、幸福ライナーが運行開始しているが、ミリオン号の運行に関わっていた、西鉄、広電は幸福ライナーの運行に一切関わっていない。なお、幸福ライナーは、乗務員を一人にする、車両は、トイレ以外の車内設備、 サービスがない4列シート車とする、停車地を絞るなど、ミリオン号に比べ運行コストの低減が図られており、また運賃もミリオン号より低廉に抑えるなどの効果もあり、増便を、重ね2010年現在では、中高級往復、夜高1往復が運行され、利用が定着している。元広電のミリオン号用、車両三列独立シート、トイレテレビマルチチャンネルステレオ、 自動車電話、飲み物サービス付きのスーパーハイデッカーを使用した。道路線で使用されていた車両は両社とも、西日本車体工業製でスーパーハイデッカーボディを仮装した日野自動車のブルーリボン。塗装も、西鉄のムーンライト号用の車両塗装に基調に、西鉄はグレー、広島電鉄は緑の帯を入れた。広島電鉄のミリオン号で採用された塗装は、 その後広島電鉄の高速バスの標準塗装になった。ありがとうございます。